校行く前にこのロッテ歌のアルバムを見た記憶があります。天地真理です。瀬戸は日暮れて100回記念おめでとうございます。これからもずっとずっと続きますように。小柳ルミ子です。嵐の日もガーレットならばおうちが飛びそうでも女の子は夢の中で明日も生きていくのよ。ロッテ歌のアルバム900回記念を、ね、おめでとうございます。南沙織です。昭和33年の5月4日にスタートを切りました。このロッテ歌のアルバム、なんとそれから18年ということなんですが、大勢の歌い手さんがこのステージを飾ってくれました。そして約1万曲近いいろいろなヒット曲をお送りしてきたことになるんですけれども、その中から今週はポップスを選びました。そしてまず3人の方たち、すべてこの番組に登場した時は第一作デビュー曲を歌ったという思い出をもう一度たどっていただくことにしたいと思います。南沙織さんはもちろん17歳。誰もいない海、二人の愛を確かめたくて、すり抜けてみたの。走る水辺の眩しさ、息もできないくらい早く強く向かう前に来て、好きなんだもの私は今生きている。私は今生きている。水曜ドラマと並行して歌い手としても人気者になった天地真理さん、水色の恋です。さよならの言葉さえ言えなかった白雪姫みたいな心しかない私、遠く去ってゆく人に涙だけが、ひとしずくひとしずく飛んでゆくの。あの人にさよなら言わなかったのよ。さよならはお別れの言葉だから、あなたの姿、あなたの声がいつまでも私の思い出。ディスカバージャパンのブームを決定的にしたのがこの曲でした。私の城下町、小柳ルミ子さんです。格子戸をくぐり抜け、見上げる夕焼けの空に、誰が歌うのか子守歌、私の城下町、娘なんて話題になってクリスマスショーをやったっていうのはいつ頃でした？あれはもう3年ばかり前。もう3年ぐらい前ですね。なりますね。沙織ちゃんが初めて出てきた時のこと僕よく覚えてますよ、この番組へ。はい、あの私も玉置さんね、よく覚えてます。こう全然変わりませんね。そうですね。何ですかこの手つきは。いや
どうもすいません。いいえ、あなたのデビューを飾って近藤正臣さんだの西郷君だの、はい、大勢出たじゃありませんか、はい、とてもよく覚えてます。覚えてますか、はい、レミコさん覚えてますか。ええ、やっぱりね18年大変ですね。だんだんね、こうじゃないですけどもこの辺が少し少しなんですか。はっきり言っていいんですよ。ハゲてきた。マリさんはそういうきついことは言わないですね。玉置さんのこと、うん、うん、一番最初の印象はね、やっぱり声が綺麗な方だなと思いました。あ、そうですか、はい、そのくらいでやめといてください、はい、あと何が出てくるか分かりませんか。三人娘、皆さんに2組の先輩があったことを覚えてますね。はい、ひばりさん、千恵美さん、泉さんの三人娘、当然この番組へ出てたんです。あまり記憶ないですか。どう、知らない、ね、その三人娘は。じゃその次の三人娘は知ってますね。はい、ゆかりさん、みえさん、それからまりさん、まりさん、はい、今日その皆さんのヒット曲を歌ってもらおうと思いますが、いかがですか。個性のあったところを狙いたいんですがね、まりさん、どなたが一番今日やってみたいです。そうですね、皆さんやってみた、歌ってみたいですけれど、はい、中尾美恵さんの、中尾美恵さんとすると私、伊藤ゆかりさん、伊藤ゆかりさん、そうすると残る、はい、園真理さんということになります、はい、では2代目三人娘のヒット曲です、どうぞ。肩を濡らす濡れたままでいいの、このまま歩きたい。きっと体の中まで染みるわ。そしてあなたの言葉を忘れ麻里さんにコンベちゃんをプレゼントしましょう。いつもどうもすいません。いいえ、今日はね、はい、これ半分あげます。半分あげます。いえ、私はいつもコマーシャルやって帰りには一袋ずつポッケ入れて帰ってます。今日そっくりお持ちください。大変酸っぱいものがお好きだそうです。梅のあの爽やかな感じ、僕は
大変日本人好みの味と思うんですが、逆に日本の味って皆さんに強調したいくらいです。ロッテキャンディコンメ、それに、夏みかんのあの酸っぱさがいいという方にはコナッちゃんもございます。皆さんお好みに合わせてぜひどうぞ。マリさんへのプレゼントはキャンディコンメでございます。どうぞ。